明治座7月純烈公演第1部ラブレターを取り返せに出演いたします星野真里です。舞台の上でお芝居ができると想像するだけで本当に体中がワクワクしております。エネルギーをパッと解放したいと思っています。前回初めて明治座に立たせていただいた時に森光子さんとご一緒で八千草薫さんの若い時を演じて、さらには坂東三津五郎さんと恋仲になるという、今思い返してもものすごい作品に参加させていただいていて、多分私のこの何十年後振り返ったとしてもとても大切な舞台だったと思うんですよね。なのでまたその場所に立てるということはとても嬉しく思っています。コメディは見るのも演じるのもとても大好きなので本当に嬉しいです。役柄としては、天然と表現されてしまうような女性なのかもしれないんですけれども、それは純粋な思いがあって自分の気持ちに一生懸命生きているというところが魅力でもあると思うので、温かいこう嵐みたいなものを私がこう生み出すことができたらいいなと思っています。純烈の皆様は画面を通して見ていても本当に素敵な方々だな、温かい方々だなという印象で、本当にご一緒するのがまず楽しみなのと、あと皆様人生の先輩でもあるので、ぜひともマリちゃんっていっぱい呼んでもらいたいなと個人的には思っています。本当に大変な時代を一生懸命生きている皆様にとって、心がほわっと安らぐことができる時間になると、もう今の段階で私は確信しております。劇場でその時を一緒に過ごせることを本当に楽しみにしています。明治座7月純烈公演は2021年7月2日から18日まで上演いたします。劇場でお待ちしております。